皆さんこんにちはレック専任講師の根本ですこれでは解いて覚える連帯再建と称して今回の民法改正で新しく導入された連帯再建について新作5足それを解きながら記憶をしていきましょうレジュメの方えぜひダウンロードもしくはプリントアウトを押してください左側の方1ページの方には連帯再建の問題が載っていますちょっとえウェブを止めてもらって5足 やってみてください。どうぞ。ということで、右のページの方を見てください。二ページの方です。条文が載ってまして、左の絵、A. B. C. の絵を見てください。A. と B. が。二人でお金を出し合って、C. にお金を貸したんです。百万を二人で金出し合って貸したんです。で、その時に。 ほっとくと分割債権になってしまう。百万が二だから五十万ずつか、五十万ずつにバレてしまう。そこで連帯特約をつけたんです。金を貸す。なおかつ連帯特約をつける。すると A、B それぞれ C に対し百万の債権、百万の債権を持つことになります。 この百万の債権を連帯債権と言います用語に気をつけてください A と B の下を見てください連帯債務であれば負担部分という言葉を使いますが連帯債権は債権、権利です負担じゃありませんだから言葉は負担部分ではなく持ち分という言葉を使っているんです 持ち分50万50万となっています図の右に行ってくださいこの後、C、が A に100万払いましたこれによって AC 債権 BC 債権は両方とも消滅しますそして A だけが100万の現生を持っている状態ですそれは言いたいよね B は A に言いたい50よこせと言いたいいいたたとんです連帯債務ではここは「求償」という言葉を使いましたが連帯債権は債権というところからでしょう求償という言葉ではありません50万分請求するこういう言葉になっているんですでこれが連帯債権のざっくりした、まあ、イメージだと思ってください 上の条文分か行読んでみてください。で気をつけてほしいのは1行目債権の目的がその性質上過分である場合においてという言葉ですもともと過分のものを連帯で割れないようにする。 過分のものを連帯特約で割れないようにするこれが連帯債権ですもともと性質上不可分車の引き渡しとか家の引き渡しとか分けることができないものはそれは不可分債権というものになっていきます元の性質が過分か不可分かで分かれるということで一番の問題見てください 連帯債権、それはもともと過分のもの、金銭債権など過分のものを分けないようにするとしたときが連帯債権ですもともと不可分、分けることができない性質のものは不可分債権という扱いになりますどちらかになるかによって、いわゆる絶対項に違いが出ますレジ目二ページ戻ります 2ページ戻りまして今度下の表を見てくださいこれについては絶対項かどうかをまとめているものです横に見てください弁済上の図ね「水位が A に弁済すれば A だけじゃなくて B の債権も消えますよ」1個飛ばして3「総裁」水位が総裁の一表示をする。 ちょっとこの上の図付け加えてもらっていい ?ACBC なってるでしょ ?C から A に反対債権 C から A に反対債権をつけてもらえる。C から A ね反対債権100万円があると。これ C が総裁をしたんです。総裁をすると自分の債権を失ってて債債務が消えます自分の債権を失ってそして債務が消えます。 言ってしまえば。自分の債券で。払ったのと変わらないんです。自分の債券で払ったと同じ。だから一と同じく。a b 債券両方とも消えます。これが。五番の問題です。で次丸四番。今度。 AC 間で混同が生じる。A が死亡し、唯一の相続人である C が相続した。これによって、債権者、債務者が同じ人になる。債権者、債務者が同じ人になる。で、弱い人は書いておいてください。混同イコール弁債という扱い。混同イコール弁債という扱い。これは、この連帯債権だけでなく、 多数投資した債権債務で広く使える理屈です。混同したら弁扱いするとなので横払ったと同じ扱いなので債権は全部消える。はい、でこれが4番の問題です。4番見てください。A が死亡し C が A を相続した場合 C は弁債者と見なされ。 AB の連帯債権消滅し、その通り。そして B は C に、50の分与を求めることができる。払ったと同じなんですから、分与の請求っていうふうになるんですよ。この一番上の図と同じだからね。払ったという扱いにするから、分与が請求できるようになるんだと。で次、丸五、利口の請求。A が次に請求すると、 B. も C. に請求したと同じ扱いになる。請求が絶対項になる珍しいケースです。一人が請求すれば、他方も請求した扱いになるよと。はい。で、ちょっと細かいところいきます。六番免除です。A. が C. の債務を全額免除。すると。 A の債権はなくなりますが下 B の債権はゼロじゃないんです。その持ち分の分だけ50万だけ減る50万に下がるだけなんですよ。全全額ではなななない。い部なくなるわけじゃないってこと。まあ言ってしまうと、だって A の意思で免除して B が1銭も取れなくなるってやっぱおかしいんですよ。 3番の問題見てください A が C に免除する A がトリッパーグレーなは別にいいとするでも B のトリッパーグレーはおかしい B は C に50請求できますから誤りとなりますそして次番公開 AC 間で公開契約 C の債務内容を A に に自動車を給付すする債務にに変更した場合でこれは扱扱いいが免除と同じように扱ってます、はい、つまり A とシミレはねもうその内容で俺は満足したとその車で俺は満足したからもうチャラにしてやるとだから横見て A の債務は消えるけど B の債権は A の債権は消えるけど B のは50万に減るだけなんですね2番の問題を見てください 全額じゃないよね。五十万まで下がるよね。だから誤りになります。はい。で、この絶対項についてはこの一から六、この一から六の,の図表の結論、効果の結論を何回も繰り返してください。効果の結論を。で、何回も繰り返していくといいことがあります。もちろんこれ自体が覚えられるってもそうだし。 これ以外が出たら絶対こうじゃないこれ以外が出たら絶対項じゃないということが、えっと、判断できるんですね。おすすめしないのはねあの絶対この司法書試験で絶対こうである「丸か×か」なんて出たことほぼないよ。絶対こうだからどうなるんですか ほとんどそういう出題なんですだから絶対効果どうかというのを覚える茶地位勉強じゃなくてどんな処理になりますかとそれをこの表を繰り返して覚えるようにしていってくださいえ今回の動画の方は以上ですえ私いろんな講座やっていますえこういった問題を解いて説明をしていくという講座もあればまた改正部分の問題を多くやっている という講座もありますもしよければ一度レックのホームページ等探してみてくださいこちらの動画の方は以上です最後までご視聴ありがとうございました